ビッグサンダーマウンテンってで場所どこですか？ビッグサンダーマウンテンはですね、このまま建物に沿ってまっすぐ進んでいただきますと、はい、ダンボの空とアトラクションがあるんですが、その後ろ側の道を左に直進で突き当たりがビッグサンダーマウンテンですね。とりあえず向こう行けばいいですね。ダンボのアトラクションがすぐ見えてきますので、ダンボのアトラクションっていうのがあるんですね、はい、空をダンボがくるくる回って飛んでるので、それを目印に進んでいただくと左側直進で突き当たりです。あ、なるほど、はい、ダンボっていうキャラクターなんですよね。あの大きい耳の像知ってますか？ああ、わかんない。ちょっとキャラクター全然わかんなくて。じゃあこの建物の人ととりあえずまっすぐ進んでください。ああ、わかりました。鳥を左に直進で。はい。はい。ありがとうございます。なんだ、ダンボが回ってるんで、そこを左って言われてもダンボがわかんないから。今ですね、時刻は3時ぐらい、15時ぐらいになったんですけど、この時間になってくるとね、もうどこも、もうごっちゃごちゃですよ。あのビッグサンダーマウンテン、ちょっとあれ結構有名じゃないですか。だからあれ乗ってみたいなと思うんですけど、うわすごい人だな。ちなみにこれ平日ですよ。平日すごいな、すごいよ。やってきました、ビッグサンダーマウンテンです。130分待ち。あのね、さすがにね、さっきジャングルクルーズで80分並んだんですよ、一人で。でビッグサンダーマウンテンが130分なんで、さっきよりもプラス50分多く、一人では並べない。ビッグサンダーマウンテン乗ったことないんですよね。すごいな。これ乗るのも並ばなきゃいけないんでしょうかね、やっぱ。なんかさっきあのカップルがめっちゃ喧嘩してて。超気まずかったですよ。じゃあお肉の脂にご注意ください。ありがとうございます。鶏肉をこうかじるやつ、スモークターキーレッグっていうやつなんですけど、その列がですね、これ全部そのスモークターキーレッグの列です。ファミマのあのプレミアムチキンの方が美味しそうな気がするんだけどね。あっち並ばずに食べれるし。すごいわ。ミッキーマウスと写真が撮れるんですけど、その列がですね、ずらっと並んでるんですよ。なんか30分ぐらい並ぶそうです。すごいね。ミッキーマウスのガールフレンドもめっちゃ並んでます。でこっちは知らないキャラクター。もうね、何のキャラクターかがわからない。ガイドマップありましたよ、やっぱり。ここやっぱ入り口にありましたね。もう帰るけどね、結局。ではですね、時間の方が今16時、もう4時過ぎなんで、ちょっとこの後仕事があるんでこれで帰ろうと思うんですけど、あのね、一人でディズニーランド来てね、あの本当ね、勉強になった、いろいろ。ファストパスっていうやつ、あれのね、重要性っていうのをね、すごいね、実感しましたね。あれないと乗り物にあんま乗れない。一人でディズニーランドはね、あの全然、園内は全然普通なんですけども、一番きついのはね、やっぱり並ぶ時ですね。並んでる時は
もうほんと一人なんで、もうスマホいじるかなんか電話してるかとかそれぐらいなんで、以上一人で東京ディズニーランドに行ってみたでした。